ドリフトショーケース。これで落としてしまったわ。さあ何位取れてんのかも分かんない。あ、踏み出した。ここね。21かっこ悪。ドリフトはどうも苦手です。
リプレイ見てみよう。派手にドリフトはしとるけどね、全然ポイント取れて20何やったからな。スイングリップしてる、煙がすごい。煙がすごいね。なんか見とって面白いけどね、ドリフトってね、するの苦手なんよ。ドリフト映像面白いか見とってください。ハディやね、ハディにはしとるけどね、全然ポイント取れてないよこれね。悪くはないと思うんやけどな、なんでポイント取れへんねやろな。もっとすれ出さなあかんのかな。難しいね。ああ飛び出した。面白いね。ドリフトもやったやるで面白いんやろうけどね。あんちゃんどうもね、グリップしてしまうからね。猫の習性っていうのが好きですよ。猫の習性っていうんだけど、滑ったらね、戻そうとするんだよ。だからね、ドリフトできへんのよ。グリップで走ってしまうよ。ラジコンはね、おもろいからドリフトやってるけどね、実際ドリフトあんま好きじゃなくてね。好きじゃないというか苦手なんよね。ということでドリフト終わりました。ドリフトどう、これはクリアになるのかな。まあイベントやからね、レースじゃないし、難易度上がれとは書いてなかったんで、なんとかアンロックされてるわ。
残りやね。